どうも、皆さん、こんにちは。うまい棒です。それでは、ポケットモンスター Y 実況プレイ第17回目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、前回ね、生放送で撮影しまして、このバトルセットへ来たんでしたよね。はい。じゃ、今回早速ね、バトルセットに挑戦したいなって思っております。じゃ、こちらの二人も話しましょう。ようこそバトルセットへ。バロンのうまい棒様、本日はどうやってしましょう。案内状って何？あ、ちょっと待って、案内状って何？待って、案内状って何よ？案内状について1。こちらからバトルセットに訪れる取れない皆様に、案内状をお送りすることができるのでございます。お送りする人案内状によって、取れない皆様に様々な変化がございます。なお、ご利用にあたりましては、手配料が必要ですので、よろしくお願いいたします。案内状について2。案内状につきまして、ご注意していただきたいことが2点ほどございます。はい。こちらでご利用いただいた案内状効果ですが、お送りした商品の24時までとなっております。そして2点目でございます。案内状は何つでもお送りすることができますが、同じ効果の場合は最後にご利用いただいたものが反映されます。まあ、とりあえず送ってみよう。案内状。はい。高っ。手配料5万。なんだそれ。ぼったくじゃないか。まあ、チップあげるけど。ああ、間違えた。ごめん。チップあげる。ごめんね、チップあげたいから。いいや。はい。ああ、あげなかった。ごめんね、チップあげなくて。ごめん。忘れてた。ちょっと話そう。待ってる。星は勝ちとい。掴むのだから、私使うの。あ？トレーナーなの？この人。な、トレーナーなんだ。バオネスのマーレル。あ、同じランクってことだね。バオネスってことは。あ、これ普通に戦っていいんだ。そこら辺にいる人と。ちゃんとしたなんか大会かと思ったけど、そこら辺にいる人と戦っていいんだ。知らなかったな。じゃあ、カッチョープ。えい。効かなーい。しびれくな。おう。しびれびれーと。頑張れ、チャムッチ。連続パンチ。妖精の一つ。おー、危ない。危ない。いけ。はい。いいよ。はい、いいよ。なんで2回だけなの？ダメだ。お前はダメだ。いけ、スパルトだ。拍子の風怖いと思ったけど、ダメージ1しか今受けなかったね。じゃあ、とどめの低くで。えい。どう？よーし、強い。よし、レベルアップ。スパルトはレベル22に上がった。バーネスのマーディと勝負に勝った。ああ、星が、白星が流れてくる。幻覚を見てるようですね、彼女は。あなたは勝ち抜いて栄光の星になりなさい。ああ、ありがとう。頑張るよ。じゃあ、こっちも取れなくな？いや。バロード、社交家デビュー、夢にまで見たこの日。バロンから逆玉を目指して、アクアジェットだぜ。何言ってんだこいつ。バロンのバロード。なんか一回でもナウシスな感じの人だね。タッツー。あー、懐かしい、かわいい。いけ、チャムッチ。じゃあ、セパウトで行くか。まあ、水タイプの技覚えてないでしょ、どうせこいつ。タイヤタイとかしか覚えてないでしょ。ね？ね？タッツって浮いてるんだ。煙幕。おっと。大丈夫。竜の怒り打ちまくっては硬いから。お、先生の爪。いけ。強い。よし。
あ、チャムッツレベル19でした。よし、弱いな。ゲゲ、正体バレちゃったか？格好つけてただけかな、こいつは。負けたからぶっちゃけちゃうけど、本当は、ウルトラ貧乏なのよ、俺。でもな、ここで、シャクリ上げてよ、人生リベンジしてやんのさ。なるほど。頑張れ、応援してる。僕は応援してるよ、君のこと。これシャクリって上がるかな、簡単に。簡単には上がんないか、やっぱ。なんだこの高さの壺。中になんかない？眠気覚ましとか。麻痺直しとかなんかに合いそう。こっちは？マルゴ、ボクチン、ゼニーに目はつけない主義なんだな。ポケモンもゼニーの力でちょいちょいと手に入れたんだな。うわ、絶対勝つわ、こいつ。そういうの嫌い。そういうやつ嫌い。さっきと見た目は同じだな。マルゴ。腕っぽ、何する？なにこいつ？ヘイガニ？ではないか。なんか、なにこいつ？腕っぽ。なんか右腕でけえ。左腕ちっちゃいのに。腕っぽ、なんだこいつ。すげえ、ヘイガニみたいだね。じゃあ、セッパルトだ。セッパルトだ。わあ、水タイプだ、やっぱこいつ。わあわあわあ。あ、でもそんなに効かなかったね。じゃあ、また竜の怒りで。お、いいね、先生の爪。よし、倒したバウンのマルゴとおしゃべりだった。なぜあれだけの金をつけるのポケモンなのに。もっといいポケモン買えよ、お前は。弱すぎるでしょ。確かに珍しいけどさ、こいつ。グム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 。使ったゼニーが足りないか、あるいはポクチの問題か。お前だよ。この人もトレーナー、モロミ、おや？一般人が紛れ込んでいるようですな。ごめん。一般人で。マロンのモロミ。この人も、ただの執事さんかと思ったら、れっきとしたトレーナーなんだ。ややこま。ややこま。いけ、チャムッチ。で、回復するとこないの？ここ。回復したいんですけど。シャクイってどうやってあげるんだ？そもそもシャクイで読み方合ってるか？そこからなんだよね。ダイヤコマンくらい火の粉でいけるっしょ。はい。火の粉を燃やせ燃やせ。おー。まあいい線いったね。じゃあ、とどめの比較。何？効かねえよ。はい。よし。うまい。勝ったね。これは大変失礼なこと。なんで1200円しか食えないんだ、この人は。このおじさんは。良いですな。ここは選ばれた者のステージ。あなたさんには資格があるようだ。資格を上げれば、より多くの、そしてより強いトレーナーの皆様と使えますぞ。適当にこれは使っていれば、シャクリは上がるのかな？バロン。仮面ライダー、バロン。なんで？場内の皆様、シャクリ、バロンのローン様がご来場になられました。皆様、存分に可愛がって差し上げてくださいませ。誰、ローズって。誰？行ってみるか。どこ？あ、ここにいた女の人がいなくなってる。入れ替わるんだ、ちょくちょく、多分。どこ？シャクリになったって人。こっちかな？扉あるよね。行ってみよう。こんにちは。ばっかい。耳をかっぽちで！我が輩こそバロンの称号を持つ、ばっかいである。我が輩の辞書にない文字。それは敗北に決まっておる。じゃあ俺がその辞書に
敗北という名を刻んでやるぜ。おお、なんかめっちゃヒトラーに似てる。なんかヒトラーに似てる。めっちゃ独裁かって感じ。独裁者、言えない、いや。独裁者ね。リオル。すごいヒトラーに似てたね。ヒトラーかっかに。まあ、セパートだね、安定の。回復した、一回。てか、バロンのローズって誰よ。おぉ、ハッケーってこんな効くもんなの。やばい、リオル一回だ。格闘タイプに効果抜群じゃなかった。ドラゴンタイプ。そうでもなかったけど倒した。よかったよかった。あ、シシリュー23、やりました。炎の木は、あ、覚える覚える。やっぱシシって炎タイプなんだね。やっぱ、今思ったけど。突進は威力90。炎の牙は威力65、高い。続き、威力70。体当たり、威力50、体当たりだな。1の、ポカン。よし。まさか、我が輩の術に新たな文字が示されるとは。ふん。おお、やった。ありがとう、こんな高額な賞金。実際のところは強く胸をしてが、かっこいいセリフ言いたいんじゃ。やっぱりそういう男か。てかさ、さっき言ってた人はこっち？なんか、すごい動きしてる。はい。ローさん、あ、ローのこの人かな。マナピカイと呼ばれぬよう、己の力でやるんだよ。バロンのローネがしゃべりかけてきた。ラウトス、懐かしい。いけ、チャムッチ。じゃあ、セパルトロに。テレポート。何してんの、お前。バカじゃないの。マジですか。キノコ。お、先生の爪。いけ。おい、強い。あ、ケロン2分24。確かに今は負けた。でも、やるんだよ。よし。人のせいにはしない。だから自分でやるんだよ。うん、それがいい。逃げられた。逃げられた。ダルモア、お金では買えないほどのヒリヒリした、ヒリヒリとした刺激が欲しいの。おう、まだね。バローネスのダルモアが処分しかけてきた。コフキムシ。ここのさ、バトルセットってさ、来る時間帯によって来てる人が違うのかな。さっきまでいた人がいなかったりとかさ、さっきいなかった人がいたりとか、あんのかな。まあ、さっきはここの扉の中調べるの忘れちゃったけどさ。わお。大丈夫、ヒノコで効果抜群。えい。よーし、倒した。よし。ぬふふ、気持ちいい。これよ、これなのね。負けたのに？負けたのに？とっても刺激的。ポケモンも、あなたも。あ、そりゃどうも。じゃあ、もう行くか。ここ、ん？これはこれは、バロン、うまい棒様。素晴らしいご報告ございます。今までのご検討が認められ、うまい棒様には、着衣は、ワイカウントの称号が授けられました。やったー！なんか上がった。おめでとうございます。今後ともバトルシャトルのご活躍楽しみにしております。やったー！なんかもらった。じゃあ次来るときはまた強いトレーナーとね、対戦できるとか、
まあここもね、たまにここにもやってきてバトルしましょうか。じゃあそれもね、動画撮りながらやろうかなと思います。わお、おー、バルビートは生放送で捕まえたからね。なんか重いな、なんか重いぞ今日。ゲームが、おいのバルビートがこんな動きしてるからか、おいのに使おう。あれ、10しか効かないのこれ。2、30効くかと思ってた。全然効かなかったよ。じゃあ、連続パンチ。やめてやめて。風分身やめて。前回結構手こずったからね、これで。ほらー。やめて。やばい、やだ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 。よし、ダメだ。変えよう。シシだ。スパルタも HP がない。行けシシ。うわー、いきなり怪しい光。やめろ。じゃあ、炎の木は行ってみよう。行ける。信じてるよ、シシ。信じてる。思いは一つ。バーカ野郎。バルビートうぜえ。もう一丁の動きは。頑張れ頑張れ。甘えるな。おい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 、バカ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 。いけいけ、もう一回当たんない、当たらなかったしない。頑張れ頑張れ頑張れ、いけるいける。よし。なんで当たんないの、効果がないんじゃなくて当たんないの。なんで当たんないんだよ。頑張るぞ、俺は。いけ。ねえ、こいつ回避しすぎだから、あいつ。ねえ、回避率上げすぎだから、こいつ。当たんないじゃん、一生、これじゃあ。あいつ回避率上げまくってるから。どうすんじゃん、ボケイ。いや、当たった。倒せ、倒せ、倒せ、倒せ。よっしゃ、強い。倒した。ああ、よかった、よかった。これで一安心。あ、キーサク。覚える覚える。キーサクは威力70か。強いな。突っ張り、威力15。5、20。いや、突っ張り忘れよ。突っ張りなんかいまいちだよね。だったら消えサイトが早い。よし。おお、なんか一気にみんな、リベルアップを。これもトレーナーかな？はい。はい。あ。真っ白のキャンパス。何も書けない。わお。芸術家のピエールがしゃぶしゃぶしてきた。ピエール。なになに？あ、ドーブル。またお前か。安定のドーブルだね、絵描きさんは。じゃあ、カッチショップで。効果抜群だよね。電気とか使うのお前。お前何でもありだな、お前。風起こしも。使うし。何でもありだな。粉雪。粉雪ねえ。やばい、動物強え。舐めてました、私。よし、倒した。燃え上がる。おう、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 おう。真っ白にキャンバス。何でも描ける。リビエルラインを行き来する。トレーナーも注意するか。リビエルライン、ここの、あ！よければみんなでポケモン勝負をしたいんだけど、そうね。TL とトーマのコンビに、私とまで挑みましょう。急展開すぎるでしょ。はい、いいよ。うま、お隣さんたち、この組み合わせでいいよね。お隣さん意識しすぎでしょ。まあいいけど。おう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 、おう。ポケモントレーナーのティエノと、ポケモントレーナーとのバッシュを仕掛けてきた。
おお、すげえな、やる気だね。トーバ、やっと名前覚えた。トーバ。映画にピカチュウ。かわいいなお前。でもありふれてるからな。おお、せいなの横顔、いいね。ややこま、ややこま。まあ大丈夫だ、大丈夫だ。で大丈夫じゃない、やっぱ変えよう。やっぱ変える、ポケモン。じゃあ早速ね、前回進化したあいつをちょっとね、お披露目しましょう。いけ、メッシ。はい、かっこいい。やべえ、かっけえ。ああ、そっちに狙っちゃう？サム。やばいやばい。やばい、何やってんの？いや、この残り1しかないじゃん。集中狙いかい。てか、ヤーコマ死んだらどうすんの？手持ちヤーコマだけかな？せーな。違うよね。御三家のなんだっけ？なんか持ってるよね、確か。はっけい。よし、どうした。ああ、静電気。もうもう。よし。あ、メッシュレベルアップ。金属音、ナイス。金属音、何それ。鋼タイプ。金属をこすって出るような嫌な音を聞かせる。あいつと雲をガクッと下げる。俺が嫌だ。俺が嫌だ、それを。金属の音ほんと無理。なんか、黒板、爪でさ、黒板をキーってやるのとかさ、小学校の頃さ、給食の時になんかスプーンで食器をカシャ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 やってるやついたじゃない。そのほんと無理なんだよね。どっちの、あー、ややこまぐ死んじゃった。御三家なんか持ってたはず、確か。せーな、え、こいつも一体だけじゃないんだ。フラベベも持ってんだ。おお、ハリーボーグ進化してる。なんか、ハリマロンが進化してる。いつの間に。顔が見たい、顔が。横顔しか見えなかった。でも鼻が長いな、あいつ。え？なんか、ややこまがそのまま大きくなってみたいな。なんか、変な顔。すごいな、丸っこいな。あ、倒してくれた。やった。ありがとう。ありがとう、なんだっけ、ハリなんてありがとう。よし、残せ。なんかみんなそっち狙うね。せーのばっかり、お前。いじめんなよ、お前、女の子を。許せないぞ、お前。フェイントとるのさ。守りやめ、ああ、はい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 。まあ、いいよ、とどめにしてはフェイントで、いいよ。フェイント。はい。よし、メッシのフェイント。よーし、オッケー。あ、勝った。そっか、ティエルの一体しか持ってないもんね。顔、顔、顔、ティエルの顔を相変わらず。うわぁ、今のいいムーブだったね。図鑑ではわからないこと。そうなんだ。なるほどです。イエス。あ、かわいいせいな。将棋の人3000円。仲間から3000円、カツアゲするといううまい冒険。しかも、せいなの分もあるから6000円。一人3000円。すごいな。みんな、トレーナーとしてのスタイルが違って面白いのね。さっそ、次に行けるのは、工人タウンね。工人タウン。おい、サナどうした？お前らサナ。シャウトの手のスマイル。落ち込んだりしたら、それを見たポケモンが不安だもんね。確かに。戦わせることで、ポケモンについて学ぶことがたくさんあります。サナってさ、なんか一人のこと多いよね。一人の時が。いじめられてんのかな。黒人タウン？いやいや、意味よく読んでなかった。黒人タウンか。黒人タウンではないか。あ、カメラポイントがじゃないの。写真看板だ。カメラ準備ますか？はい。呼ぼう。おう、ネイスんだい？写真を撮る。おし、じゃあ撮るぞ。撮影ポイント、レッツゴーだ。あ、ここではないんだ。バトルシャトーの正面、ちゃんと撮れんじゃん。なんだ？ねこねこ。あ、はいはいはい、ピント？ピントね。なるほどなるほど。真ん中くらいで、ほい。ほい。
あ、この花も入れたいな。で、あ、でも全体入れたいな。もっと弾けない？ダメか。そうやな。これ入れて。どういう違いがあるんだ、これは。まあいいや、これで。じゃあ、これで、撮りますか。どうやって撮るの？はい、チーズ。あ、撮れた。おいおいおい、ダメダメ。うまい棒が変な方向見てた。はい、チーズ。はい。よし。あいつ、よそ見したかったかな、うまい棒。よし、保存しました。おーし、うまく撮って。チップ出しますか？はい。いくら出しますか？100円で。100円出しました。あんた、写真撮られる才能はあるぜ。ありがとう。またな。あーばよ！よし。柳沢慎吾さんかな？新看板だ。これ座れる？おー、いい景色じゃん。こっちのなんか写真撮りたいな。いい景色だね。あ、なんか洞窟がある。この先、血つなぎのほら穴。こちら商用室近道。工人隊はこっちだ。こっちは？こっちは？え、下にもあんの？なんか。こっちはないか。こっちもなんかあるけど、ほら穴の横に。何だこっち？あ、こっちもなんかあるんだ。公式血つなぎのほら穴。こちら商用、工人タウン近道。待って待って、よくわかんない。商用タウンも工人タウンもよくわかんない。タウンマープ。工人タウンに行くときは強いね。商用シティ、工人タウンどこ？ここか。水族館があるんだ。じゃあ二手に分かれるってことか。でも工人タウンがどうのこうのってせい投げてたから、先に工人タウン行きますかね。じゃあ今回は草むらで何が出るか確認して終わりましょう。ん？うわ！怖いし。こいつ、ブラックホワイトにいたような、いなかったような。いたか？捕まえよう。怖いし、懐かしい。キサク。は？強い。この怖いし、強いぞ。みんな、この怖いし、強い。受け、スパイクだ。キノコ。えい。おう。切り払い。切りなんて出てないぜ。回避率が下がった。なんで切り払いしたら回避率下がるんや。倒しちゃわないでよ。あ、残って残って。よしよしよし。すげえな。めっちゃ切り払いしてる。切りないのに。なんだこいつ。やばい。手がちびれた。じゃあ、ボール。スーパーボールいきますか。オッケー、スーパーボール。ゲット！やったね。やった！コルヒーが捕まったぞ。コルヒー。水鳥ポケモン、水へ飛行。飛ぶよりも泳ぐのが得意で、水中潜って大好きな水ゴキを一緒に食べる。かわいいね。コアルヒ。はい。コアルヒ、コアルヒ、アルヒ、ジ、アルヒ。ジ、アルヒ。コアルヒ。コアコア。かわいいね。コワコワ。かわいいね。なんかこっちにもあるみたいだね。なんかが。もうちょっと進んでみよう。お前は、あ、イルミーゼだ。イルミーゼは、まだ捕まえてないよね、確か。捕まえてない、捕まえてない。捕まえよう。イルミーゼ捕まえようと。続き。
よし、仲良くする。仲良くしないでいいから。そんな仲良くしたならゲットされないよ、君。スーパーボール。おい。うわぁ、甘い香りが。どうするどうする、シッシュどうする、火の粉で倒しちゃうよね、火の粉は。威力40か、でもな。あ、間違えた、間違えた、間違えた。今回はもうと思ったけどに。あー。ごめんね、ルミゼ。捕まえようと思ったのに。せっかく仲良くしてくれたのに。ごめん。あ、なんかあった。小さなキノコ。はい、じゃあ今回はね、ここら辺で行き止まりなんで終わりにしたいと思います。ん？これもなんかありそうだね。あ、なんかある。やったやったやった。木の実。じゃあ次回はね、ホラーな、上か下か。じゃあ、なんとかタウンに行きたいとかせいながってたから、下のホラーな行きたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ、まったねー。